バンバ魂。ジャガバンバ魂。この番組はバンエイト価値の提供でお送りします。こんにちは、栗山さゆるです。こんにちは、杉山悦子です。藤本匠奇襲、誕生日おめでとうございます。1962年2月9日生まれということで、お誕生日本当におめでとうございます。ここからの30分はジャガバンバ魂にお付き合いください。このバンバ魂は世界で唯一帯広競馬場で開催されている万英競馬の楽しさをお伝えします。そして万英と勝ちの魅力もお伝えできればと思っています。バンバ魂では1ヶ月ごとのテーマでメッセージを募集しています。今月のメッセージテーマ、あなたの愛する人、愛する馬。今月14日バレンタインデー、あなたの愛する人、愛する馬について教えてください。ぜひメッセージをお願いします。メッセージを読ませていただいた方には万英オリジナルグッズをプレゼントします。宛先は jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm でございます。さあ、ということでね、メッセージテーマ、皆さんからのメッセージもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。これ人と馬ってなってますけど、その人たちに対してどんな風に愛を伝えるかっていうところまでいくと、またねちょっと深くなるんじゃないかなと思いますね。歌ではなくてね、甘いね。ラジオネームうなかんさんからいただいております。ありがとうございます。普通のメッセ、普通、いわゆる普通オタですね。バンバの島津騎手のインタビューを聞いていて、声がかっこいいと思って調べたら、お顔もかっこいいではありませんか、応援しますということで、ミーハーですいません、そんなことないですよ。騎手みんなかっこいいですよ、皆さん、はいね、ぜひぜひ他のね騎手の方もチェックしてみてください。そんなさりげないメッセージがね、またね、ありがとうございます。ありがたいなと思ってます。ありがとうございます。そしてこちらはキモショウさんです。いつもねありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、僕の愛する馬はバーミリアンです。昔ダートで活躍されていて、馬券的にもお世話になりました。お世話になったんだ。大阪府高槻市からありがとうございます。ありがとうございます、ね。今月のメッセージテーマ、あなたの愛する人、愛する馬。今なかなかマニアックでしたね。いいね、愛する馬ね、まあいろいろといますけれども、選ぶのが、ね、難しい方もいらっしゃるかもしれません。まあ、バレンタインデーに関するイベントも行われますので、こちらをご紹介しましょうか。はい、私からいいですか。そうです、はい、はい。週末です。10日土曜日、11日日曜日はあったか万英冬祭り with ハッピーバレンタインが開催されます。ご来場いただいた皆さん、10日土曜日は六花亭のカステラです。そして11日日曜日はシャトレーゼのお菓子南蛮ショコラを先着でそれぞれ300名様にプレゼントします。11日日曜日は万英女性騎手、バンスタキャスターの海老名彩さんが配るということですよ。また冬のあったか抽選会もあります。万英競馬の発送前の馬券500円以上の提示で1回抽選できます。合わせて300名様に冬にぴったりのあったかグッズなどが抽選で当たります。そして子どもたちには嬉しいちびっこ抽選会、また子どもクイズラリーも行います。他にもバソリの運行やバタチ予想、バンスタキャスターの海老名彩さんからのバレンタインプレゼントもあるということです。イベントなど詳しい情報は万英と勝ちの公式ホームページをどうぞご覧ください。だんだん日もね長くなってきてね、まあ週によって違うとは思いますけれども、暖かい日も増えてくるでしょうね。このバレンタイン前がねとかちってギュッと一番寒いんですけど、ただ日中は春がそこまで来てるんじゃないかみたいなね、思わせる空気にもなりますよね。そうね、なんかね、あの神奈川でもあの桜が咲いてるとかね、はい、ニュースはいろいろありますけども、北海道とかちはまだまだ寒いね。明日の予報は、まあ、曇りのち雪、予想最高気温-1度、予想最低気温は-13度ということでね、まだちょっと続くのかな。でもいつもの年より今年は暖かくないですか、冬。僕いつも あんま寒いと感じないで、あ、そうか、ね、あのベスト着てますからね。ただ来週の水曜日とかは予想最高気温がプラスの9度とか、ねえ、うん、
くり、まあちょっとずつ春が近づいてるんですよ。ねえ、ね、まあ来週末のば、ね、バババちょっとどうなるのか。まあでもね、このね、寒いけど春が近いですねっていう頃になってくるとね、もうね、ラストステージのあの万華記念、ね、はい、はい、も近づいてきますよね。3月17ですけれどもね。そうです、そわ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 する季節です。はい、それではコマーシャルの後は11日日曜日に開催される重賞レース BG2 第45回黒百合賞に出走予定のクリスタルイブセ号を管理している岩本俊治調教師、そしてスマイルカナ号を管理している鈴木邦也調教師にインタビューを行いましたので、そちらをお届けします。最後までお付き合いください。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、残り10メートル、8番の目白剛力先頭だ。一馬身とじわりと突き放して、残りわずか、8番目白剛力です。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイト勝ち。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、やっぱり食べたい十勝名物豚丼、絶対行きたいショッピングモール、そこはどこ？帯広競馬場十勝村。本田さん、競馬競輪オートレースを楽しめるのはオッズパークだけと聞いたのですが、本当なんでしょうか？俺の言うことが正しいかわからん。まず自分で調べることが大事。競馬競輪オートレースが楽しめるのはオッズパークだけ。バンバ魂、バンバ魂、お届けしております。あさって11日日曜日は重賞レース BG2 第45回黒百合賞が開催されます。バンバ魂では出走予定のクリスタルイプセ号、スマイルカナ号に注目し、クリスタルイプセ号を管理している岩本俊治調教師、スマイルカナ号を管理している鈴木邦也調教師にインタビューを行いました。そちらをお届けします。まずは岩本俊治調教師のインタビューです。お聞きください。今回はクリスタルイプセ号を管理していらっしゃいます岩本俊治調教師にお話を伺いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは岩本先生から見たクリスタルイプセ号のこういいところ、魅力というのはどういったところになるか教えていただけますか？そうですね、牝にしたら恵まれた馬体と、でやっぱりなんていうんだ、こう馬体の割にこう敏感性があるというか、うんうん、そういうところがいいなと思ってますね。まずはもう体格に恵まれるというのは万栄ではかなり大切なことですもんね。そうですね、うんうん、はい、あの黒百合賞迫ってきておりますけれども、現在クリスタルイプセ号の動きや調子はいかがですか？まあ、連日、まあ、乗る島津新た騎手に一生懸命調教つけてもらって、やってて、で馬の調子は、まあ、ずっと好調は好調で維持してると思って見てます。じゃあこのままレース当日迎えられればというところですね。そうですね、はい、はい。当日の理想の馬場状態でしたり、あとはこういった風なレース展開になればなというような流れはございますか？まあこういう状況というか、まあまあ馬場的には多分柔軟性軽くてもいいし、それなりにまあ重たくても対応できるんじゃないかなと思っては考えてますけどね。まあ、なかなか中段ぐらいでこうなってた、こういろんな球の動き見ながらゴール際というか後半の方がちょっとこう考えながら乗っていくんじゃないかと思っては見てますけど。なるほど、じゃあもうその周りを見ながらの状況判断がすごく大切なんですね。はい、そうですね、はい、ありがとうございます。はい、最後になりますが、あの黒百合賞に向けてですね、はい、このラジオを聞いているファンの皆さんに一言いただけますか？天国の人を見てくれると思うって期待は僕もしてるんで、温かい目で応援してくれたら助かるなと思ってます。わかりました、ありがとうございます。
今回はクリスタルイプセ号を管理していらっしゃいます岩本俊春調教師にお話をお伺いいたしました。それでは当日楽しみにしております。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。岩本調教師らしいとっても丁寧なね、はい、分かりやすいコメントでしたね、うん、もうね本当に歴史を作ったジョッキーであり現在もね、いろんな馬を管理されている岩本俊治さん、やっぱり人柄もあふれる丁寧、本当にね丁寧でまた優しくて、そしてね島津ジョッキーがずっとね、うん、練習をしてきてるということも今ちょっとヒントに入ってたので、はい、やっぱり乗り役が、ね、攻め馬とか普段の練習するというのはすごく大事なことだから、うん、で柔軟性があるって言ってましたよね、はい、なのでどんな馬場状態になってもどんな環境になってもきっと、ね、ちゃんと実力を発揮するように練習してきてると思いますよ、はい、なかなかコメントに、ね、ヒントいっぱいありましたよ。そうですね、うん、それでは続いてはスマイルカナ号を管理している鈴木邦也調教師へのインタビューです。お聞きください。今回はスマイルカナ号を管理していらっしゃいます鈴木邦也調教師にお話をお伺いいたします。本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今年度デビューしてからオスの馬さん相手にも互角のレースをしてまして順調に結果が出ているように感じるんですけれども、鈴木調教師から見てスマイルカナ号っていうのはどんな馬さんですか？いや、まあまあ牝馬にしたらすごいなとは思ってる、うん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 、やっぱり男馬と走っても、まあ、勝ち負けできるだけの能力を持ってるんで、まあ、すごいなと思ってるわ。はい、この黒百合賞が近くなってきておりますけれども、現在スマイルカナ号動きや調子はいかがですか？まあ今のところは順調に来てるんだけど、ええ、でも調子ももうあとは本番に向けて整えていくっていう感じでしょうか？そうだね、もう今の調子崩さないで、まあ、前回もまあ勝ってるんで、まあ、そのまま調子を維持できればなとは思ってるけど。はい、当日の理想の馬場状態でしたり、あとはこういう風なレース展開ができればなというような展望はございますか？まあね、息が入る展開だと思うからタイム的にも結構時間かかるような気がするけど、まあでも2歳って思ったよりもタイム出してくるんで、まあ予想はつかないんだけど、当日の流れ次第というところですね。そうだね、馬場によってその流れが全然変わってくるんで、まあ、当日の馬場状態にも左右されるとは思うんだけど、重くても軽くてもそれなりのレースしてくれるんで、まあ、あんまり馬場状態はあんまり気にしてはいないんだけど。じゃあ最後になりますが、はい、ラジオを聞いているリスナーの方にですね、この黒百合賞に向けて鈴木先生からこう一言意気込みをいただけますでしょうか？もうおそらく一番人気になると思うんで、恥ずかしくないレースだけしたいなとは思ってる。お客さんにああよくやったっていう言われるようなレースをできればなとは思ってますけど、まあ競馬は何があるかわからんから、だけど全力を尽くしてレースに挑みたいなとは思ってますけど。わかりました。では今回はスマイルカナ号を管理していらっしゃいます鈴木邦也調教師にお話をお伺いいたしました。それでは当日楽しみにしております。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。自信はあるけど油断はない、ね、まあね、何があるかわからないっていうところに尽きると思うんですね、うん、特にね競馬はね何があるかわかんないんだけども、特に2歳明け3歳なので若駒ですからね、読めないところが未知なところがたくさんありますし、ただこの重賞レースに出てくるっていうことはちゃんと力は持っているんだけども、その若メンバーが集まったところでどうなるかっていうところが、うん、このね若馬の重賞レースの面白いところなんですよね。ぜひ皆さんね帯広競馬場に足を運びいただいて、うん、生のねその迫力厚さ、それからね馬にかけるいろいろな思いを感じていただきたいと思います。うん、コバとは全然違う展開になると思いますからね、はい、見てもらいたいと思います。はい、で今年度の万栄競馬もですね、残すところあとね、さっきの話じゃないですけど万栄記念も近くなってきてっていうね、はい、あとわずかになってきましたが、
じゃあね、そろそろ万円始めてみようかなと、皆さん馬はよく分かんないんだけどっていうところもあると思うんですが、予想するにとても参考になるのが騎手や調教師のリーディングというね、はい、のがあるんですよね。でリーディングとは今シーズンの成績を表すランキングのことなんですけど、例えばリーディングジョッキーという騎手のリーディング、現在1位見てみますと鈴木圭介騎手なんですね、はい、で2位が西翔太騎手、うん、3位は島津新騎手です、うん、で1位の鈴木騎手は現在179勝、勝率は 0.183、 連帯率は 0.3 という圧倒的な強さなんですね、はい、連帯率とは難しいこと言うね。いやいや、聞いてる人に ね教えて、1着から3着に入る、はい、率のことを連帯率と言いますね、はい、そういうところ補足してくださいね、はい、で昨シーズンも鈴木氏が1位だったんですよ。ということでこのままいけば2年連続ということに注目が集まります。また調教師のリーディング、現在1位は金田勇調教師です。2位が西博美調教師、そして3位は服部義行調教師です。1位の金田調教師は現在116勝です。そして勝率が 0.136、 連帯率が 0.262 という成績です。残り1ヶ月でね、リーディング馬変わるのか、このまま行くのかっていうところもまあ注目なんですけども、やっぱりどの馬を買おうかというときはいろんな見方ありますけども、万栄競馬に限っては馬の力が8ではなくて馬が4ぐらいかな、騎手が6ぐらいかなっていう感じなので、騎手で栗山正弘さんのように、ね、うん、騎手で買うっていうのも一つなので、ね、このリーディングを参考にしていただけたらと思います。はい、それではコマーシャルの後は4日日曜日に行われた重賞レース BG2 第4回ショーン賞の押し馬予想の振り返り、そして11日に行われる重賞レース BG2 第49回黒百合賞の予想をしていきます。バンバ1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、残り10メートル、8番の目白剛力先頭だ、一馬身とじわりと突き放して残りわずか、8番目白剛力です。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイト勝ち。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、やっぱり食べたい十勝名物豚丼、絶対行きたいショッピングモール、そこはどこ？帯広競馬場十勝村。人生の師、本田圭佑さんの言葉、堅実に生きることは大事、でもそれ以上にワクワクする方がもっと大事やで。競馬、競輪、オートレースが楽しめるのはオッズパークだけ。バンバ魂！さあ、それではレースの予想、それから振り返りに入る前に訂正がございます。連帯率は1着もしくは2着に絡む割合のことで、私1着から3着というふうに話をしましたけれども、1着2着に絡む割合のことです。それでは先週4日行われました重賞レース BG2 第4回ショーン賞の押し馬予想を振り返ります。私がウルトラ小太郎号、杉山さんが綾野大魔王号、ディレクターが雷神3号と予想しましたが、1着が雷神さん、2着道潮、3着ウルトラ小太郎ということで、今週はディレクターの押し馬予想が1着2着3着の完全的中です。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。馬券は私のワイドが的中、ディレクターの馬服が的中となりました。おめでとうございます。ありがとうございます。面白いレースでした ね、 ね、勝ち前杯ですよ、第4回ショーン賞です、はい、明け3歳のボバ男馬限定の重賞でした。単勝一番人気のライジンさん、追い上げて粘り切るという本当 の、 馬の強さというのを見せつけましたね。人気に応えた一着で重賞2勝目を飾りました。で世代王者を、ね、狙うならば3月のイレネ記念があるということで、
なのでこの勝運賞がねすごく注目だったんですよっていう話。はい、はい、それでは続いてはね11日に行われます重賞レース BG2 第49回黒百合賞の予想に入ります。それでは黒百合賞について紹介してください。はい、黒百合賞ですね。この黒百合というのは帯広市の花なんですね。帯広市の花黒百合を競争名としてデビュー初年度の3歳牝馬限定重賞として創設されました。創設当初は夏から秋にかけて行われていましたが1990年以降は冬季の開催に移行しまして2000年からは年明けに開催され条件が明け3歳牝馬の競争となりました。2021年にはボバの重賞勝運賞が新設されまして2歳ということは明け3歳路線の男馬そして牝馬それぞれですね、対応なしで実施されることになりました。過去の優勝馬には牝馬ながらに万円ダービーを制した貞江里子そして帯広記念を制した古馬重賞で活躍しました福泉そして牝馬の重賞競争全制覇ということを成し遂げた七の力がいるんです。3歳に行われる若駒頂上決戦イレネ記念を占う上で重賞なこの重賞も大事な一戦ということで位置づけられていますよ。それでは BG2 第49回黒百合賞の出走馬の紹介をお願いします。はい、11日日曜日のメインレースです。第49回黒百合賞出走メンバーです。1番マルホン真由姫藤本拓海2番大願い金姫鈴木圭介3番アーモンドみやび西翔太4番クリスタルイプセ島津新太5番スマイルカナ西健一6番山の姫中村太陽7枠7番ジェイミユー阿部武富7枠8番カフカ金田力8枠9番岩木エンジェル船山クランド8枠10番北勝レディ赤塚健二ということで、黒百合賞今シーズンフルゲート10頭の出走です。このレースの前日です。10日土曜日の勝ち米十勝毎日新聞掲載のネットバンバ金太郎の予想です。ネットバンバ金太郎では5番のスマイルカナに20丸本命です。4番のクリスタルイプセに丸上から3番アーモンドミヤビ8番カフカそして9番いわきエンジェルとこの辺りに印を打っています。重賞レースですからコメントがありますね。黒百合賞は今季デビューの牝馬上皇を決める重賞5番のスマイルカナは七竈門賞5着など同世代の上位ボバ相手男馬相手にも互角の実力一騎の増量だが障害に安定感あり牝馬同士の定量戦ならば力は1枚上重賞初制覇を期待。4番のクリスタルイプセは牝馬特別の白菊賞3着1勝1着と牝馬限定戦で上位安定の成績今回は重量は未知数だが直線の我慢比べに持ち込んでしぶとい足を生かしたい。9番のいわきエンジェルは重量克服が鍵だがヤングチャンピオンシップの2着はフレームファーストに予選の南北海道産産区特別で差のない3着の実績があり3番手にということでネットバンバ金太郎ではスマイルカナクリスタルイプセなどなどに印がついているという予想になってますよ。はい、明日の勝ち前にも掲載されますのでね。それでは私の予想を発表いたしますと発表なんだ、はいはい、でまず押し馬は1番の藤本拓海騎手マロホン真由姫、そしてまあワイドボックスで3頭選ぶんですけれども、2頭目が大願い金姫鈴木圭介騎手ですね。そして3頭目は4番先ほどのね岩本調教師のクリスタルイプセこの3頭でいきたいと思います。お藤本騎手頑張ってください。そこからいきましたねやっぱりね、はい、はい。私は4番のクリスタルイプセです。やっぱりね練習が大事、うん、ね、島津新太騎手が一生懸命練習してますというのがあったんで、で馬体も好調、ね、馬体がとても良くて好調キープということで、推しは本命はクリスタルイプセにしました。でその他2番の大願い金姫です。調子良さそうだしね。そして5番のスマイルカナ
ここは外せないということで、まあ割と固めかもしれませんけれども、2番の大願い金姫、4番クリスタルイプセ、5番スマイルカナということで3頭選んでマイドボックスです。ディレクターの予想は本命はスマイルカナ、現在3歳馬賞金ランキングで牝馬最高の5位で、実力もあり前走も1着と調子も良さそう、鈴木調教師のコメントからも問題なさそうなので本命に押します。対抗はクリスタルイプセ、前走はスマイルカナに続いて差がなく2着と調子は良さそう、このメンバーの中で唯一ヤングチャンピオンシップに挑戦し580キロをレースで引いているので、今回の重量アップにも対応してくれそう、対抗に押します。穴として3投目大願い金姫、金4走の成績を見るとレースタイムが安定しており、大きくブレていないことに加えて今シーズンリーディング現在1位の鈴木騎手が騎乗なので、穴として押します。馬券は馬福ボックス242556ということです。これを穴に選ぶんですかね、というところなんですけどね。はい、はい、まあどのような結果になるのかね、楽しみですね、皆さんもぜひ注目してください、はい、第49回黒百合賞は11日日曜日の18時25分発送です。それではぜひ皆さんも万栄競馬をお楽しみください、本日は富兵庫から来ました。そうですね、3回目ですね。あの他の競馬場とは違って馬と一緒にレースを並走できるところが好きですね。そう、帯広競馬場の来場者の声をお届けする万栄ファンボイス、37回目の今回は上士幌町からお越しの方へのインタビューでした。やっぱり皆さん口々に言うのがね、馬と一緒に走れるのがいいという感想がね、嬉しいですね、うん、はい、それでは万栄十勝のイベントについてご紹介お願いします。はい、来週です。17日土曜日は帯広競馬場でスナックバスエデーを開催します。スナックバスエとは帯広市の北、札幌市の北24条にあるスナックを舞台とした、週刊ヤングジャンプにて連載中のギャグ漫画です。テレビアニメの放送を記念して2月17日土曜日、スナックバスエが万栄競馬をジャックします。第1レースようこそスナックバスエ杯からメインの第11レーススナックバスエが流行る記念まで、あのレースの名前がすべてあのスナックバスエ色に染まります。さらに第1、メインの第11レースの優勝馬を囲んで行われる口取り式撮影には、あの声優の風間役の福島純さんが登場します。詳しくは万栄十勝公式ホームページ、どうぞご覧ください。楽しくなりそうですよ、はい、それでは営業時間のお知らせお願いします。はい、10日土曜日です、9時20分開門、第1レースは13時10分、11日日曜日は9時20分開門で第1レースは13時5分です。12日月曜日は10時30分開門、第1レースは12時50分です。ぜひ足を運んでください。はい、来週は BG2 第45回チャンピオンカップ特集を放送しますのでお楽しみに。お相手は栗山さいろと杉山悦子でした。それではまた来週、さよなら。社員みんなでバンバ、恋人バンバ、感傷1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、残り10メートル、8番の目白剛力先頭だ、一馬身とじわりと突き放して残りわずか、8番目白剛力です。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、万栄十勝。ジャガバンバ魂、この番組は万栄十勝の提供でお送りしました。